おまが寝るまで皆さんこんばんは上坂すみれの「お前が寝るまで」パーソナリティーの上坂すみれです。お前ら楽しみに起きてたかということで6月11日の土曜日「お前が寝るまで」が始まりましたぞい、えー。ライブの話とかコラボの話とかいっぱいあったんですけれども私の周りではいろいろね解禁がありまして、えー、舞台「ゲゲゲの鬼太郎」 あの猫娘のビジュアルが公開されました、ね、皆さんのこうねあのキャストさん皆さんのこうリンクビジュアルというかそういうのも公開されていてすごーいああいうスペクタクルを私もできるのだろうかって本当にまだ本読みとか顔合わせとかもこの時点ではまだですしあのでもこうね舞台期間中になるとがっつりこうね あの毎日お稽古してっていう感じになるらしいので本当に生まれて初めてのそんなスケジュールというか本当ずっとね声優的なスケジュールこう毎日曜日ごとにこうアフレコをしてみたいなのがガラッと変わるってなるとねかなりこうなんかいろんな学びがあるんじゃないかなと思うんですけれどもとにかく体力は。 つくとと思思いいまますす本当に頑張ろうと思いますあの猫娘のお衣装も写真だとあんまりわかんないかもなんですけれどもすっごくこだわりがあってあの猫娘のあなんか漫画の結構最初の方の妖怪っぽい猫娘をイメージした竹勘とかあの前髪の重たい感じとかになっててでも。 ちょっとだけあのウィッグに分け目があるところがかなりメイクさん的にはポイントだったらしくって限りなくこう原作の雰囲気の猫娘を踏襲しつつこう可愛さも表現しているっていうであのお洋服もすごいんですよねフィッティングとかも当日だったんですけれどもぴったりのお衣装にしていただいて最初はもっと丈が長めだったんですけれども。 なんか短くても大丈夫ですかってでもその方がなんか猫娘っぽいなって私は思ったのであのぜひあの竹はご自由にっていうことにしてそしたらあのかなりなんかあ漫画の竹だみたいな感動してであの素材衣装の素材もあのこれなんかよく見るとつるつるしてて柄が和風の柄が入ってて何の生地なんだろう 何ですかこれ」って聞いたらあのお着物のこう生地を使ったワンピースになっているっていうそこでこう和風感をね出していたりあとは地味に「猫娘ってヒール履いてたんだ」って私てっきりあのあの幼女が履くあのトトロとかに出てくるあの川に浮かんでる靴 <laughs> みたいなさぺたんこ靴履いてると思ってたら。 猫娘ってややヒールの5センチぐらいヒール履いてるんだかわいいめっちゃ女の子じゃんそこっていうのがね私あの気づかなかったのでとても萌えポイントでしたねであのメイクもですねなんちゅうんだろうダブルアイラインっていうんですかなんかそういう強いアイライン 猫,猫っぽく私多分目が下がり気味多分やややや福ふく笑い系の顔だと思うんですけれどもあれをどうにかギュッてねあのアイラインの力で上に上げていただいてそれからまつげまつげつけるあつけまつげか <laughs> つけまつげ <laughs> もうしたような気がするなのでやっぱりこうあの原作の。 あのタッチの濃ゆさに負けないようにかなりこうあのメイクの仕込みもしていただいてでどうやら舞台って自分でメイクをするらしいんですよ。へーと思って練習しなきゃってあのなんとかラインって <laughs> 私全然自分でメイクしないから。 本当にちょっとそこも練習ですね7月29日の金曜日から8月15日月曜日東京・明治座さんとても素敵な、ね、劇場ですね、はい、そして8月19日金曜日から28日の日曜日までが大阪・梅田芸術劇場メインホールにてなのでもうがっつり1ヶ月やるんですね。えじゃっ プチライオンキングじゃん、すごっすごくないですか1ヶ月同じことをやったことないかもしれませんすごい。え、しかもあの過激少女とかでお世話になっていてあとはレーベルメイトでもいらっしゃるナナミヒロキさんも出演されるアマノジャっていうかすっごいかっこいい役でね出演されてで。 南波さ,さんってすごいなってもう思ったのが「過激少女」のイベントの時に LINE を交換させていただいたんですよ。でもビビり散らかして私は「あの <laughs> よろしくお願いします」スタンプだけだったんですそしたら「美女はキービジュ解禁の日にいやあのキービジュ最高ですねめちゃめちゃ楽しみだよ夏よろしくねニコ」みたいな。 <laughs> なんて素敵きな,なんて素てな人なんだってそうなんですあの限りなくイケメンな先輩、まあ、ななんとなんとお呼びしたらい,いのかお姉様なのかでもお兄様のような感じもするしえもう たくさんのコボちゃんのスタンプを送って感謝を伝えました。いや恐縮です。コボ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 みたいなありがとうございます。コボ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 ちゃんの絵文字ってすごくおすすめなんですよ。あの目上の方にもあのあまり不快感を与えないまたスタンプじゃなくて絵文字なので語尾に使えるのであのとてもですねあの なんかビジネスラインでビジ,、まあ、ビジネスというわけじゃないんですけどなんかこのいつもポムポムプリンの、ね、絵文字をね使ってるんですよ友達には。でも先輩にポムポムプリンを送っていいのか議論が私の中であってちょ,ちょっとちょっとあのポムポムプリンは裸だしなんかちょっとセンシティブかなって思ってそこで。 あの考案されたのが私のコボコボラインなんですよ <laughs> 本当にみんなあのあのなんか目上の方になんてびっくりマーク連打だとちょっとうるさいかなっていうカッといって句読点丸とかだとあのそっけないかなってお困りのあなた今すぐコボちゃんの絵文字をダウンロード <laughs> あとあの前島あみさんとねよくご飯に行くんですけど。 パパスパレでで一一緒緒ののバンドリで一緒のねあの前島亜美さんと飲んでるといつも「いや本当に藤井隆さんってもう人徳が素晴らしくて本当に優しくて素晴らしいです」みたいななんかほろ酔いの亜美田さんが言ってくださるんですけどその「素晴らしいと」とこう亜美田さんからたくさん聞いている藤井隆さんとも一回前あの。 『エイティーズアイドル』の CM 好き同士の対談っていう <laughs> 吉田剛さんと藤井貴さんと私っていうあの対談やらせていただいたんですけどそれ以来なのでお会いするのがそうあの本当にねとても楽しみにしております。多分ちょっと初心者だからね いろいろご迷惑をおかけすると思うんだけどどうする私舞台終わったらめちゃめちゃ人間できてたらどうするすべ <laughs> ての現場に差し入れを持ってきたり花を送ったりするすごいできた人間になってたらマジでどうする <laughs> とかあの。 あちらのお客様がもう払ってくださったのでみたいな大物芸能人みたいな感じになってたらマジどうする <laughs> もう清水家の記念日にでっかい花束とかを送る粋な人間になってたらマジでどうしよう人間良くなっちゃうかも舞台やることで <laughs> まあそんな感じで私は不安と期待に満ちてるデパーチャーズって感じです頑張ります じゃあ曲に行きましょうそれでは聴いてくださいハローマイキティ <music> 前が寝るまで聞いていただいたのは上坂すみれでハローマイキティでしたー。ええー、私的猫ソングでございます。これはね、私の憧れ多頭飼いの歌なんだよね。あのう、メロ君、シンガポールはね。多頭飼い絶対 M. G. 猫らしくて、私のファンタジーなんだな。B. P. M. は二百超えらしいです。そうなんだ。へえ、かわいそう。<laughs> <laughs> はい。 すみれウエサがライブツアー2022超革命伝説ツアーファイナルディレイ配信が見られるのは明日の23時59分まで FC 会員の方は佐野さんや連邦猫とのアフタートークも見れちゃいます先週のウエサが写真館もチェックしてぜひ見てくれよなここでスミペ大予言の発表です日曜日から1週間運がいいなお前だ火星を押してるおじいちゃん <laughs> 何かというと火星だよ <laughs> これからは。 稼いだ。<laughs> S.F. おじいちゃんです。はい。では進行な行きましょう。スミぺ二択ダービー。<laughs> はい。スミぺが好きなのはお茶水生まれ変わるなら男女などスミぺに聞いてみたい二択と回答予想を送ってもらい送ってもらい見事当たればステッカーがもらえるこのコーナー、えー、誰でも送り。 比較的ね送りやすくて、ステッカーも半分の確率でもらえます。ちなみにあの予想、あなたなりのどっちだと思うなんでどっちだと思ったみたいなやつを書いてくれると嬉しいです。じゃあ、読んでいきましょう。群馬県の炭酸水産の二択ドービー、スミペが軍師に選ぶのは、 あーちょっとやめてよー困るじゃんちょっとーでも孔明に勝てる気がしないもんうん、えー、でも孔明,、まあ、孔明はあのパリピの人です最近パリピやってる人ですあの孔明はパリピだったり 格ゲーで、あのセンスからビーム出したり、まあ、それから <laughs> もう風を風起こしっていう技を使ったり、まああとはあの口癖がネバギバーとかそんな感じじゃない、<laughs> <laughs> そんなやつだったと思います。あと手に火って書くのが好き。<laughs> 芝居中突は、まあ光明のライバルで。 孔明が死んで,あのでもその死体をうまいことトラップに使ってあの生きてるように見せかけるっていうあの孔明最後の技があったんですけれども「ああ孔明が生きてるもうダメ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 」ってあの「死せる孔明アライブ中達ランニング」みたいな <laughs> そんなことわざがあるのじゃよ <laughs>。 「<laughs> ランニング・イン・トゥ・ザ・中達」<laughs> そんな感じのユーロビートがあったんじゃないだろうか <laughs> まあ、あとは中達はずっとずっと戯の戯で働いている、まあ、なんかえコ、ー、孔明が開示だとすると中達は利根川みたいな感じじゃない <laughs> まあそういうあのなんかライバルライバルだけどこう孔明 孔明はそんなに。中達のこと。気にしてないみたいな。<laughs> でも、中達はもう芝居はもう孔明、こめ、こめ絶対倒す。ごめ絶対倒な、ただの燃える語りじゃんね。<laughs> ええー。でも、私は。もう。中達です。芝居。<laughs> 当たってるー。炭酸水酸の予想は芝居中達です。 アスミペは横山さん極主のキャラデザ的に言うと中達の方が好みだと思いますバレてる <laughs> 恥ずかしい <laughs> 恥ずかしい <laughs> もうなんで私の好みバレてんのそうなんだよあのさアセジとキャラが好きなんだよねそうハワワハワワワワってこうなんか 汗じとキャラが孔明っていつもクールだからさそうもうちょっとなんか感情出した方が可愛いんじゃないって思うんだよね劉備はね劉備思うはい次東京都久美生さんの二択ダービー上坂さんがかけたいのはどっちほかほかご飯に卵かきょういんの魂グッグッグッググッグッ え家教、だって歌教員チップになっちゃうんでしょあのルーレットコインみたいになっちゃうもんね。え、でもさ私が卵かけご飯食べると歌教, <laughs> 教員はさ友達もいなくてかわいそうだからささすがに歌教員の魂をかけるよ。おし

これは、あのなな、んだろうな、まあ、字幕って字幕だけ見ちゃうっていうのもあるし、まあ、字幕しかね出てないソフトとかもあるんですけれどもやっぱあの私はレトロ洋画が大好きなのでもう特に香港映画の吹き替えは超超面白いよ。あのジャッキー・チェンも面白いしマイケル・ホイも面白いしサモハンとかも面白いし本当に何かアドリブ。 満載というか昔の吹き替えってリテイクとか全然出すの大変だったのにあんなにアドリブもかましてめちゃめちゃなんか舞台見てるみたいいででで面白いんですよねなので吹き替えですあらすチら千田さん字幕上坂さんはそのままの演技やシ恵セリフのトーンなどを大事に見ていそうなので字幕だと思います。あれこれ私あれれこ私の 映画初心者としてぶ,ぶん殴られる。<laughs> この映画初心者がーってご,ごめん。ごめん。ごめんよー。ごめんよー。あの字幕だとあの文字を追っかけちゃう癖があるんだよね。そうそうなんだよ。だからあのほら吹き替えだとさ。あの顔が見られるじゃないですか。とかあ、ここで息吸ってんだとか、自分の吹き替えの参考にもなるし。 あここのなん,かなんだろうなブレスを合わせなきゃいけないからあの普通にこれはあの学業としして吹き替えかもしんないですね次、えー、愛知県りんマるさんの二択ダービー生まれ変わるなら犬猫猫猫でしょう。だって私嫌だよお座りとか。 <laughs> はあってあと散歩もやだあもう話を聞こうりんまるさん猫私は猫になりたいと思ってるはずですちなみに私も生まれ変わるなら猫がいいですお金持ちの家の猫になって毎日おいしい餌をたくさん与えられて出羽子として生きていきたいですそれとチュールのおいしさを知りたいですわかる猫ってさ どんな肥満でもさ愛されてるから <laughs> あれさ人間としてはつれえところだよね人間はさ肥満するとさあのいろんな医療機関に怒られるのにさ肥満してる猫って SNS でチヤホヤされるから <laughs> あれわかんないよね、まあ、もちろんちょっとあの私はあのシュッとした猫が好きだからメロ君はあの最近。 あの半チュールしかあげないことにしてるんですけどね。チュールを半分あげたら吐きあおしまーいってやるんですけれども、えー、猫の方がさ、でも猫ってどこのどこの地域に生まれるかわかんないですよね。<laughs> そう、その家を選べないからね。そう。 犬はさどんなに厚いアスファルトでも歩かなきゃいけないからあれがきついんじゃないかなってもう首やうんなってるさ犬いるじゃん行きたくないっていうそう私犬になったらあれになりそうだから猫になりたいです <laughs>、えー、愛知県の太陽さんの「ニタゴダービー」カラオケの機種で選ぶのはジョイサウンドダムえ 選んだことない、私なんか広い方でって。部屋が広めの方がいいですって。なんかね、キングレコードの。積みペチームで、あの。かつて夜中。2時ぐらいに入ったカラオケ、あ、ジョイサウンドだったような気がする。なんか。ワンコーラスずつ歌うカラオケ大会やりませんでした。すんごい前に。<laughs> すんごい前に池袋でやってて諏訪さんだけマジでピンとこない曲を選んでて誰も誰も乗れない誰も知らないよく分かんない v k みたいななんかえっ本当に分かんないんですけど触りも分かんないですみたいなやつをでも。 立ち上がって楽しそうに <laughs> 歌ってて飯も食わず酒も飲まず心全身全霊で誰も知らない曲を歌っててあ音楽が好きっていうのはいいことだなってじゃあ思い出のじゃジョイサウンドで多分全然コロナ前でしたはいうわ、ん、もう 勢いでね、私、一回家帰ったのになんか <laughs> これからみんなでパセリ行くんですけど <laughs> みたいな <laughs> あ<れ>。っっててれた。私じゃないですっけけあああいいか、私うだ戻き勝手に戻ってきたのの。返さる、そ みんな聞いてよあの本人、本人っていう立場の気持ち聞いてくれてもいい今、ごめん今すごいコーナーの途中なんだけど私、本人っていう立場によく立たされてるんですけど本人が本人が帰った後にスタッフさんがワイワイやってるとすげー寂しい <laughs> さあ、本人も帰ったことだしもう1軒行って気軽なくトークしましょうみたいな。 私がいると気兼ねないトークはできないのかって思ってよくそういうことをしがち <laughs> そうそう。本人っていうのがいると会社員の人は気を使っちゃうっていう何とも悲しさが <laughs> そうなんですでもそれが本人っていうものなのかって思って。 だからみんながあまりにも気を使って疲れてるんだろうなっていうときは本人はおとなしく帰るんですけど元気そうかもっていうときは本人は帰ってきます <laughs> よろしくお願いしますはいでジョイサウンドで当たりじゃん太陽さんジョイサウンド えーと、理由はジョイサウンドの方がスミペンの曲が多く収録されているからです。へー。な、なる <laughs> そうなんだ、へー。ほら、あの、本人の歌歌わないから <laughs> 本人の歌、本人があんまり歌わないので、あの、それは知りませんでした。ちょっと行ってみたら、見てみよう。はい。 ということで、みんなねかなり成功正答率が高いです。これいいんじゃないですかね。<laughs> ステッカーをいっぱいあげられるいいコーナーなので頻繁にやりましょう。ということで、えー、時間が来ました。今日のお前が寝るまではここまで。えー、今日の放送は一言でまとめると、本人も遊びたい。<laughs> 本人も入れて仲間に。<laughs> でした。<laughs> お前ら、いい夢見ろよ。 こんなこんなでおやすみ